but the Kamikaze Corps, the Japanese pilots who rode the divine wind to certain suicide and possible devastation of our ships, were taking a heavy toll.他にもあるかもわかんないけど。どこがライフジャケットなんですか？これ。ああ、なるほどね。これ、はい、これライフジャケット。はい、で、これが海軍将尉ってやつじゃない。これは5人型だから、ね、もっといいやつ。これはないです。これただ一般的に両線がこう並んでるやつを。自分が。これ長期戦になったら、ね、自分の方は絶対枕みたいなことを大体思って。軍隊行ったからね、ますますね、その戦争を自分の、しかも最高学部まで行ったんだしね、死にたくないという気持ちが強かったね。だから、だけどまあ、命令されたらしょうがないから、まあ、死ぬかっていうぐらいのことでね、あれでしたよ、ここは。調べれば、たどり着くことができるわけですからね。要するにもう全体のためにね、もう自分が犠牲になるんだと、そういうふうにして僕は最後にね自分をもう理解していましたよ。それ以外にはね自分を納得させることできなかったからね。女の人とデートしたりなんかする暇なかったでしょうけど、どんなことができたんですか？本読んだりとか。このやっぱり向こうの山ね、これがやっぱりね、まあ、昔の山、山並みなんですけど、素晴らしいってことだね。これは金谷でね、暇な。海軍生活は、ね、炎上したと。ほんで突っ込んだ、これはもう男子の本懐だと。思い残すことはないということだね。まあこのアルバムの中にもちょっと書いておりますけどね。だからきつかったっていうことはこれは全くございませんよ。だけどきつかった思いはありますけど、それはね、まあ男としてね、親にね、この語るべきじゃないと思いますね。帰る時にね、そのお母さんが僕の肩に手を当ててね、柳井さんよかったね、生きて帰ってって ね言われたんですよ。それから私は非常にね、ご遺族の方へのお会いするのがね、なかなか苦痛になったわけですよ。お母さんとすればね、息子は亡くなったでしょ、で私は生きて帰ったっていう、そういう何はねありましたね。だから親御さんとかご兄弟とかね、あるいは恋人っていうのはやっぱりね、また別の思いですけど、本人はですね、ある程度覚悟を決めて。